もう童貞、もう36歳童貞ですみたいな、それはもう金になるわけです。その人が、はい、今日のテーマはですね、治療院の現場の離れ方についてですね、はい、お話ししていきたいと思います。はい、意外とですね、現場を抜けたいという人多いんですよね、と思います。なんかやっぱりベッドでしか、僕はもうベッドでしかお金を埋めないっていうのは、もうなんて言うんだろう、もうそれだけの人間なのかみたいな。やっぱりね、コンサルされてる方とかも一体他でできてるんで、そっちの方が儲かるんかなみたいなことは最初思ってました。なるほどですね。ずっと1対1じゃないですか、治療院。そうですよね、はい、思いますよね、はい、そう。だからまあ現場の離れ方は、まあ離れたい離れたくない別として、まあ離れたところでも収益を生む何かを持っとくっていうのはもう今の時代、そうですよね、まあ、必須なのかなと思うんですね、はいはい、それどういうふうに考えていくのかなっていうのはちょっとですよね、はい、このようになった時に多くの方がじゃあコンサルしようとか、じゃあ他店舗展開しようとかって考えるんですけども、もちろんそれも、うん、選択肢の一つとしていいと思うんですけど、うんうんうん、もっと視野を広げたらね、たくさんやるべきことってあるなと僕は思うんですね、はい、まあ、その部分の話をして、まあ、先生方が抜けたいんだったらその中からどれかをチョイスしてもらったらいいんじゃないのかなと思うので、その話をねしていきたいと思うんですけど、はい、やっぱりね、よく言われるのはこれなんですね。これが一番分かりやすいと思うんですよ、僕も、うんうんうん、まあ、ESBI というね、紫の本ですね、紫の本ですよ、ロバートさんね、はい、清崎さんね、はい、まあ、大きく分けて4つしか仕事がないよと、はい、じゃあこれね、読んだことある人多いと思うんですけど、じゃあ実際それ自分ごとに捉えた時にどうなのって考えてる人でなかなかいないんです。なるほど、ちゃんと落とし込みを、そう、落とし込みをしないといけない、はい、で、きっとこの動画を見てる人っていうのはほとんどが今ここだと思うんですね、うん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 、自営業者ですね、セルフなんちゃらですね、そう、セルフエンプロイですね、エンプロイ、はい、こっちはまあエンプロイですね、はい、まあ、ここの世界がみんな嫌だったと思うんですよ、人に使われるの嫌だ、ね、そうですそうです、はい、会社員嫌だ、なんか人生変えたいと思って多くの方がこっち側に来るんですよね。そうですよね、はい、でここで自営業やってでも嫌だって言うんですよ、うん、なんで嫌なんですか、なんですね、そもそも。確かに、じゃあこっち側は労働しないといけないから嫌なんですよ、はい、左2つがですよね、そう、はあはあ、こっちが労働収入なわけじゃないですか、はい、でこっち側が働かなくていいですよっていう不労収入なわけですよね、はい、でみんなこっちが嫌だって言うんですよ、はい、お金欲しいとかもちろんあるけども、ほとんどの人がこれ働きたくないっていう意思表示じゃないですか。確かに現場離れたいっていうね。じゃあどうするのかっていうと、もう答えは2つしかなくて、うん、どっちかに行くしかないんですよ。なるほど、こうか、じゃあどれ行きますかっていう話になってくるんですね。じゃあ決めたらいいやん、なんだけどみんなこれを細かく知らないから決めれないんで、なるほど、一個一個見ていきましょうよ、はいはい、じゃあこの B っていうのは何かというとビジネスオーナーなんですね、うん、どういった仕事があると思います？うん、3つのラーメン屋のオーナーみたいな。あ、なるほどですね、はい、オーナーですね、はい、まあ、ビジネスオーナーとかオーナーですね。あ、ほんまですね、はい、他は従業員抱えまくってる会社とかとは別ですか？あ、それもそうです、そうです、はあはあ、500人以上従業員を当たってやってもらうってことですか？500人以上、500人以上雇用する会社の、はい、まあ、オーナーみたいな感じですね、はあはあはあ、定義付けられてるんですよ、500人以上って。だから500人までは左下ですか？こっちなんですよ。だから僕らが持っている店舗展開っていうのは基本的には S なんですよね。なるほど、はい、そうなんです。そうです。まあ現場抜けてる人もいますけどね。はいはいはい、はい、うん。他は？ビジネスオーナーですか？そうです。他？そう、他もあるんですよ。もうそのイメージしかないですよね。ないですよね。はい。そうなんです。他にはですね、作詞作曲なんですね。ほう。作詞作曲のオーナーですよ。はい、どういうことですか？小室哲哉ですよ。ああ。はい。なるほど。そうです。今だったらあれですよね。あれ、作家さん。作家さん。鬼滅の刃とかすごいですよね。はい、漫画家さんとかも。はいはいはい、まあ、もう大ブレイクですよ。っていうのがあるんですね。あとはよくあるネットワークビジネスのオーナーですね。ほうほう、はい。鬼滅の刃の人とかは左下じゃないんですか？インベスター？あ、左下。はい。でも、それを売れたら書店で広げてくるじゃないですか。バーっと。なるほど。そう。やめても完全に広げててくれるんですよ。書かないといけないけども、それが勝手に書店で広まっていく。そうです。でも、終わっててもこっち側に行っちゃうんですよ。なるほど。はい。そうなんです。わかりました。はい。じゃあ次これインベスターですね。また投資家さんですよ。不動産とか。そう、不動産です。
他何があります？なんて言うんだろう、会社のなんて言うんですか、はい、投資というか社債ね、お金貸したりとか社債、国債、はい、あとはまあ株とかね、はい、とかがあるわけですよ、はい、もうここから選ぶしかないんですよ、うん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 、基本的には、はい、じゃああなたはどれを選べますかってなっていきます。なるほど、はい、こうやって決めていくんですね。はいはいはい、さあその中で自分ができそうなのは何なのかなってくるんですよ、うんうんうん、どれできそうですか？作詞作曲できます？僕作詞作曲できそうですね。あ、マスカすごいね。ちょっとどれができそう、まあ作詞作曲分からない、これ人にそれぞれ俺できるわって人もおるだろうし、そっか、不動産どれができそうだろう。なので僕が思うにはですよ、はい、僕が思うにはもう僕はですよ、僕はこれ無理なんですよ、無理なんですよ、うんうん、無理なんですよ、これはいけるね、うん、これもいけるね、うんうん、これもいける、いける、いけるなんですよ。なるほど。なので現場抜けるにはどうしたらいいのかっていうと、こうやってやっていくんですよね。ああ、はい、これがもう手段ですよ。あ、なるほどなるほど、はい、で現場の離れ方というね、治療院をしたくないねってなるんだったら、まあいろいろありますよ、うんうんうん、でも働かずしてお金を得るっていう離れ方だったらこれしか選べないよってことです。なるほど。なので今働くのはいいんだけど、治療院以外で働きたいとなると、こっち側の世界で何をやっていくのかになっていきますね。なるほどなるほど、うん、はい、なので多いのが、まあ、店舗展開もそうじゃないですか。ああ、なるほど、そういうことですね。あと、インフォ系情報ビジネスですね、はい、っていうのが今大きく取り上げられるわけですよね、はい、うん、なのでどういう形で抜けたいんですかと、まずそこをはっきりしましょうよと。働いて、うん、働いていくのはいいんだよと、ただ治療院が嫌なんだよ、じゃあこういったことやってたらどうですか。いや俺はもう働かんとお金が欲しいんだよ、じゃあこれしかないですよって話なんですよ。ああ、そっか、うん、そっか。だから、治療院自分一人でやってて、右側に行きたい、そのお金を作るために店舗経営だったりインフォだったりっていうのを、うん、S の中だけどもちょっと変えていくみたいな。そうですそうですそうです、はははは、はい、どうしたいんですかなんですね。なので多くの方はこっち側をイメージすると思うんですよね、こっち側の世界を、はいはい、だから変なね投資話にはまるんですよ。なるほど。働かずして入ってくるみたいな、はい、もうこれって決まってるんだから、はははは、歴史が証明してるわけじゃないですか。なので基本的にこっち側っていうのは所有権なんですよ、何かの所有権、こっち側は仕組みを持ってるんですね。なるほど。仕組み持ってる人がこっち側なんですよ、はい、こっちの人は基本的には仕組みを持ってないんです、うんうん、だから自分が動き続けないといけないです、うん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 、なので難しいよね、なかなかねって話になってきますね。そっか、どう考えていったらいいんだろう。なんか結局どう左下でどう、ちょっと違う働き方するなんて言うんでしょう、こう、うん、店舗経営とかやったら、うん、なんかちょっとグラデーション、うん、なんて言うの、100% 労働じゃなくて、うんうんうん、ちょっと任せつつ、うんうん、ちょっと現場離れれるみたいな、ですね、そういう働き方になってくるんですよね。ですよね。じゃあちょっとここの話を深掘りしていきましょう。はい。はい、まずはこの全体像を知ってほしかったんで、こういったことをお伝えしていきました。はい。全体像いきますね。うんうん、あ、全体像いったから、細かくいきますよ。はい、なので本当にね、働かずしてお金稼ぎたいんだったら、S の世界でめっちゃ稼いで、うん、それ株とかにした方がいいと思いますよ。なるほど。はい。で、いや治療院以外で働きながらいろいろやっていきたいね、はい、だったら やりやすいのがもうね、今はねもう情報ビジネスですね、うん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 、もうインフォ、はい、もうこれが今の時代です、はい、だって今って SNS があるんですよね、うんうんうん、SNS によって情報を拡散しやすくなってるわけです、はいはいはい、じゃあねこの情報って何なの、何でもいいんですよ、はい、知ってます皆さん、ツイッターとか見てたら結婚してない人が夫婦関係に対するこうアドバイスとかしたりとかしてるわけですよ、うんうんうん、やばくないですか、確かにやばい、でも売れてるんですよね、はい、ってことで何か自分の得意なものを売ることができるんですよ今、うんうんうん、例えばさっき鬼滅の刃言いましたけど、鬼滅の刃がめちゃめちゃ詳しくてそれの考察とかをやっていってそれを販売したりとかしてもいけるわけですよ、確かに、まあ、著作権とかそういうの訴えられたりするのは知らないんですけども、うんうん、それも金に変わるんですね、うんうんうん、例えば、もう恋愛で失敗ばっかり、もう童貞、はい、もう36歳童貞ですみたいな、うん、それも金になるんですよ、うんうんうん、それの人が初体験を済ませるまでの過程をもう自分のリアルな後を日記に書いて、うわそれをツイッターとかに投稿していったらファンがついて、そっか、やっていって金になるんですね。こんなことに価値あったんかっていうようなことが価値出るのが SNS のおかげってことですよね、うん、なのでこの情報系するときって自分は大した実績ないからなとかを思ってみんなやれないわけですよ、うんうんうん、違うんですよ、人はね自分の知らないこととか、はい、
できないこと、はい、とか興味あること、うん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 、これに金払うんですよ。からみんなインフォ情報ビジネス系ってなんかこう白いの人は特にこうなんか教わらないといけない、はい、だから教えないといけない、すごい情報を教えないといけないと思ってるんですよ。全然違いますよ。なんか面白そうだなって、自分はやりたくないけど面白そうだなと、はい、そんなんでも全然いいんですよね。なるほど。だから自分は知ってるけど周りは知ってない、自分はすごい楽しんでできるけど周りは楽しんでできない、もしくはやろうと思わない、心霊スポットとかもそうじゃないですか、はい、そうですね、うん、誰でも行けますよ。確かに。でも別に行きたくないしみたいな、はい、でもそれをやってることで金に変わるんです、ね、はい、はい、そんな感じで離れ方ってたくさんあるんですね、うん、だからまずはあの4つの種類で自分はどのスタイルで生きていきたいのか、その離れ方をちゃんと決めていく、はい、でそれで仕事を選んでいく、はい、でもほとんどの方はこの S の世界でどうしていきたいのかっていう部分だったと思うので、その中でやっぱこのインフォ系が一番やりやすいですよ、はい、でやるにはこういった感じで自分がやってる自分の趣味とかこういったのも金に変えていったらいい。そうですよね。だからなんて言うんだろう、知らん、自分はもう知ってるし、うん、できるから、うん、それが普通だと思ってても意外と周りから見たら全然みたいなのって多いですよね。全然多いですよね。僕とかも数字めっちゃ驚かれるんですけど。そっちはですもんね。普通でしょみたいな感じ。僕はやっぱり習慣化されてるのでそう思うんですけど、いざ周り見たら、うん、そうなん、こんなところに価値あるのみたいな。そう、全然そんなんだらけじゃないですか、はい、例えばもう気持ち悪いですけども、女の子の頭の匂い嗅いだら何のシャンプー使ってるか分かるぐらいシャンプー好きとか、はあ、そんなも面白いじゃないですか。はい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 、うん、何でもあるんですよね。なるほど。まあいいの、そうだないですね。まあでもみんなやらない人多いですよね。やらない人多い。だからやれば何でも価値あるんでなんかね、ちょっと最後まとまったかどうか分かんないですけど、確かに現場の離れ方としてはそういった感じでやっていけば離れていきます。はい、はい、OK ですかね。考え方としては、okay、もうちょっとじゃあ次あれそこ聞こうかなと思います。次の動画のところでもうちょっとまた別略でやろうと思います。じゃあそういう感じでいきますか、はい、お願いします、はい、じゃあまた次回ですね。さよなら、終わりましょう、はい。